ブー・イナーニーヤ・マドラサのミナレット中にはとミナレットブー、イナーニーヤ・マドラサはモロッコのフェズにあるマドラサである。1351年から1356年にかけてベルベル人の王、アブ・イナーン・ファーリスによって建設されており、マリン町における代表的な建築物として知られている。彼はメクネスにも同盟のマドラサを建築している。 建物の名前であるブーイナーニーヤは国王の名前であるアブーイナーにーより取られている。ブーイナーニーヤは教育施設と礼拝堂の二つの役割を果たしていた。またブーイナーニーヤはフェズにおいてミナレットを持つ唯一のマドラサである。マドラサの正門から続く道の反対側には沐浴場がある。中庭の左右の建物が神学校の教室となっている。 歴史によると、世界最古の大学として、有名なカラウィーンモスクの宗教学者が、アブイナーアン・ファーリスにマドラサを建築するよう、進言したとされる。ブーイナーニーヤ・マドラサは、マリン町において最後に建築されたマドラサとなった。ブーイナーニーヤ・マドラサは現在でも、モロッコで非常に重要なイスラム教の宗教施設であり、大モスクとしての地位を獲得している。 ブーイナーニーヤ・マドラサは、ムーレイ・スレーマーンがモロッコを統治していた18世紀に一度、改修された。20世紀になり、木造建築になっていた部分は、耐荷重構造へと改修され、装飾が崩れていた部分に関しては、再度彩色が施された。ブーイナーニーヤ・マドラサはモロッコにおいて、イスラム教信者以外の観光客が観光できる数、少ない宗教施設となっている。 ブーイナーニーやマドラサの反対側には、ダールアルマガナという水時計を動かす施設がある。ありがとうございます。